はじめまして、ロジャーします。最近の認知症の癖はどれぐらい進歩しているんでしょうか。高齢の両親と同時に少しおかしいと思う行動早めに受診すれば進行化することはできますか。できると思います。まず認知症かどうかっていうものは判断が必要かなと思います。認知症に見えて例えば基礎疾患に何かあったりすることありますので、ボケてるイコール認知症っていう判断はちょっと早いのかなと思います。例えばですね、頭の水が溜まる水頭症っていうのがあって、特に高齢の方ですと水頭症がね、気づかないうちに進んでいると認知症のような症状が出て頻尿になって歩きもおぼつかなるみたいな症状が出てくるんですけど、そういった方っていうのはね、手術で治ったりすることがあるんですよ。なので、認知症かどうかっていうのをね、しっかり調べてからの判断になります。で、早期に内服すれば進行を抑えるってことももちろんできますので、早めに受診をすることをお勧めしたいと思います。こんばんは。私も認知症の薬が気になります。高齢の親には飲ませるのはかえって悪くなる気がして怖い気がします。でも50代に自分が忘れ物狂気なときやし、自分の中飲んだ方がいい、さすがの気がするんですが、早めの治療としては役に立ちますか。まず自分の物忘れがどうのこうのって考えるのは意外と認知症じゃないことが多いんですよ。で、認知症かどうかっていうのは本当に検査をしないと分かりませんので、もし気になるようだったら、最初は内科で構わないと思います。内科からどっかご紹介いただけると思いますので、早めの受診をしてもいいんじゃないかなと思います。先ほどもお伝えしましたけど、認知症かと思いきやですね、全く違う病気だったこともあったりしますので、まずは受診の方していただければと思います。ありがとうございます。記憶や認識の力を維持するために気をつけることありますでしょうか。やはり塩分を気をつけ摂取すること。記憶や認知の力っていうとですね、やっぱり普段から物を考えるっていうのが重要なんじゃないかなと思います。